初めてのオリンピックで最高の笑顔を見せてくださいね。オリンピック女子シングル代表、中京大学浅田真央さんです。激動の浅田真央の2009年でした。全日本の最後にリンクに立つことを許されました女王です。カプリース、表情が良かったのが印象的ですよね。細やかな足さばきに注目してください。戻ってきたこの笑顔です。2009年はなかなかこの笑顔が見られませんでしたが、大事な大事なこの舞台で、荒川さん、何か本当に観客もスターニングオベーションでこの浅田真央を迎えていますが、そうですね、やはり見てる方としてもすごく心配が大きかったと思いますから、本人としてはやはりここで自信をつけられたことというのはオリンピックに向けては大きいですよね、はい、今回はトリプルアクセルもショート、フリーともに入って完全復活で掴み取った4連覇です。バンクーバーオリンピックの代表、もちろん女王として掴んでいます。最後はこの扇子を使った印象的な表情です。さあ、オーラスを務める浅田真央、浅田真央さんです。
暗いリンクがこれから一筋の光に照らされます。その光の中央にはもちろん浅田真央の姿です。表情が変わります。アンコールに応えるのはフリーの鐘。浅田真央はこのフリーの鐘は荒川さん、はい、歴史的にはそんな歴史に残るようなプログラムになるというふうに確信してこのフリーを滑っているそうです。そうですね、最初はやはり理解するのが難しいような本当に表現するの難しい曲だと思ったんですけれども、今はもう本当に一歩で一歩解釈して浅田選手の魅力を重ねて、いいプログラムになってきましたね、はい、この全日本でこう一つ完成形というのが見えてきたようなそんな感じもあります。さあそして荒川さん、この最強の代表メンバーでぜひ荒川さんに続く金メダルを、うん、そうですね、もう力としては十分ですから、もう最後にこの表情でこのステップを踏んでくれることができたらもうついてくると思いますよ、はい、あの場所であのオリンピックの中央で浅田真央の笑顔が見られることを信じましょう。